にちは。こんにちは。ゆたかさん、はい、まあ、いろんな各選手が来てくれますけれども、うん、この後はいよいよ、はい、大好きな誰でしたっけ、まあね、大好きといえば、まあ、坂本だよね坂本隼人というね、はい、そうですよ。プライベートではね、うん、なんかご飯行ったり、まあ、一緒にお酒飲んだこともあるし、はい、だけどやっぱこうだん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 大きな選手になっていくしね、うん、で最終的な目標まで、はい、俺の要望まで要望ちょっと言おうかなと思って、今日はあ、いろいろ聞くんじゃなくて要望も伝える、引退した後のこともね含めてちょっとそこまでちょっと聞いてみようかなと思って、どんな風にね答えてくださるのか。坂本選手は、うん、豊さんがそんなに大好きなことを知ってらっしゃるんですかね。いや、結構いつも YouTube の中で褒めていただいて、はい、ありがとうございますとか、はい、もう結構言ってくれるしね、だから結構見てるし、はい、だって最初に、うん、だからさ、 YouTube 呼んでくれないから最初じゃなくなっちゃいましたとか言って、あ、声かけてくださったんですね。他のチャンネルに出てるからね、はい、だからまあでも2番手だよね。2番手です、いいじゃないですか、ね、2番手でもいいんですよ。そうですよ、価値あるんですよ価値あるんだよそうそう、じゃあ、まあ、目標、まあ、豊さんの要望だったりその目標を聞いてみたり、あと他に何か聞いてみたいこととかってあります？まあまあね、まあ2000本のこととかね、あ、まあいろいろでこう目標はね、聞きたいけど、だからあのいろんな女優さんいるじゃない、はい、女優さんを呼ぶより、うんうん、一番話をしたい選手だからだからもうしょうがないよねこれは ね、 ね、ちょっと興奮してるけどねでも男か男にそれだけすごく惚れるっていうね、やっぱりそれだけ魅力ある選手、魅力あるですもんね、うん、なんかこう小さい時から知ってるみたいな、そういう子が大きくなったみたいな、そんな感覚だから、なんか息子みたいな感じですか。まあ息子だな、なんか俺が野球人だったらこういう風になりたいし、俺の夢をこう託してるような、はい、なんかそんな感じの選手だよね。あ、そうなんですね、うん、まあ、同じ立ち振る舞いとかね、まあ、成績は全然違ってもいいんだけど、はい、まあ、俺とは違うし、タイプがね、うん、だけどなんか夢を見せてくれるような、なんかそんな選手だよね。じゃあ今日ちょっとね、聞きたいことっていうよりかは言いたいことがたくさんあるってことですね。要望したいことがたくさんあるってこんな初めてのケースですね要望って、まあ、俺の要望聞くかどうかわかんないけど、まあ、それはね、嫌だったら嫌だって、うん、ね、もちろんもちろんもちろん、まあだけどなんか楽しいインタビューになりそうだよね。ちょっと楽しみですね、はいはい、そこは、はい、もうこの後来ます。はい、いらっしゃるということで楽しみに待ちたいと思います、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっと紹介して、はい、まあ、紹介しなくても分かるかな。豊さんが大好きな、そうなんだ、ありがとうございます。俺が大好きだ大好きだって言ったらさ、そこまで好きなんか言って、はい、いろいろ文句が来るんだよ、ね、いや僕あれですよ、コメント欄見て見てる、はい、見てます。でなんか僕のことやたら褒めてくれてるみたいで、だってけなすとこないもんな。いや、ノーブルです。いやいや、でもさ、今年、はい、ちょっと目標あるよね、個人的な目標。まあチームは優勝だろうけど、キャプテンとして、はい、116本だっけ。あ、そうですね、はい。で、99試合、96試合か。そっちちょっとわかんない。いや、96試合で打てば最速なんだよ。それはいいですね。それはいい。はい、なんで？ヒット実際打ちたいなったところで、ね、ファーボールとか。でも去年の開幕はさ、素晴らしかったじゃない。そうですね。まあ、スタートダッシュ。スタートダッシュいい方なんですけど。うん、でも今年もいけそうでしょ。今年ちょっと開幕が早いんで。うん、そこがちょっとどうなのかなっていう感じですけど。ああ、そう。まあでもいけるね。3000本いかなきゃいけないんだからな。俺3000本って言ってるから。いや、ゆたかさんが言ってるんです。いや、俺絶対いかなきゃいけないと思ってた。果てしない数字ですね、3000本。いや、でもさ、あと1000本だよ。達成したら。あとそう、1000本難しいですよ、ね。いやいや、でもまだ32じゃない。はい。一番脂が乗ってると思わない？なんですかね。体もちょうどいい具合だし、はい、あのなんていうの、精神的にも落ち着いてるし、はい、そんな感じしない？まあ、精神的にはすごく落ち着いてるんですけど。そうだよね、はい、体がやっぱりまあどうなのかなっていうのは、まあ、変化もやっぱり感じてきてるんで。どこに感じてる？ちょっと重いなとか。
あ、まあでもずっとショートやり続けてるとね、そういう感覚にはなるよね、はい、でも今年はちょっとプレッシャーの年、いや、あんまり、まあ、そんな、それはあんまり感じない、はい、オリンピックはそういうのがあって、ね、うん、選ばれればそういうプレッシャーっていうのがあると思うんですけど、個人的な記録でそんなプレッシャーは何もないです、まあ、去年がすごく良かったじゃない、あ、はい、あ、それはありますね、やっぱ今年も40本みんなに期待されてんのかなとか、いや多分それはみんな40本は期待しないと思う、まあ、いや俺はしてるよなんで、いやいや、いや俺はしてるよ、だって30本ぐらいはね最低打ちたいなって思ってますけど、まあ、30本は打てるでしょ、いやでもそんなにね簡単じゃないんで、まあ、分かると思いますけどいやいや簡単じゃないよ、はい、簡単じゃないけど、でも自分で30本は打てるかもわかんないけど40本という数字は頭にあった、いや、ま、全くなかったですね、やっぱ打てないと思ってたでしょ、はい、最初35本以上はまあ絶対に無理と思ってた数字なんで、うん、でも実際打ってみてどう、打ってみてあんまりこれといったあれはないんですけど、ね、やっぱ良かったなっていうのはありますけどでも自分が40本打ったことよりも安倍晋之助が引退試合でホームラン打った時の喜び方が半端じゃなかったよね、はいはい、まあ、打てれば40本打ってね、あの安倍さんにも39と40じゃ違うって言われてたんで、うん、まあ、あの僕が40本打った時安倍さんもすごい喜んでくれてたし、うん、まあ、でもそれよりね、ああいう試合でやっぱりあそこでホームランですよね、うん、安倍さん の, あのメンタルの強さというか技術というか、そこに僕は興奮しました、いやでもさ、あの喜びを見てまた好きになったいやいや、だってさ、それなんか自分のことのように人のホームランって喜んだことってあんまないでしょ、いやいや、いつも喜んでます、本当か、はい、そうは見えない、なかったです、俺全くない、いやいや、そりゃ勝ち越しとかは嬉しいよ、はいはい、嬉しいけど、まあそうか、喜んでたかな、でも飛び上がってたもんな、あれはやっぱり興奮しましたね、ね、はい、まあ、あのキャプテンとして、まあ、チームを支えてるけど、はい、今年はテーマは何、テーマ、やっぱり阿部さんがね、あのいなくなっちゃったんで、選手としてはあの、まあ、すごい厳しく若い選手も接してくれてたんで、まあ、そういう厳しい部分っていうのもあの僕はもう少し持ってできる、まあ、あの、ね、試合シーズン始まればダメなことはね厳しく言いたいなっていうのは、まあ、そこら辺はね、でもなんかマウンドに行くタイミングも笑顔で行ったり、なんか真剣な眼差しで行ったり、はい、いろいろなんか使い分け出してきてるよね、うん、まあ、あのね、ピッチャーの性格はもうね大体分かってるんで、うん、まあ、そのピッチャーに合わせて、うん、田口みたいに、ね、なんか言ったら帰ってくるタイプとか、うん、言っちゃうと沈んじゃうタイプとかっていうのも、うん、まあ、いるんで、まあ、そこはいろいろ考えながら、もう一つのちょっと目標というか、はい、俺が夢 を持ってんだけど、坂本選手に、はい、引退した後に殿堂入りがあるよね、はい、あれを満票でやってほしい、選ばれてほしいだからデレク・ジーターみたいな、はい、ああいう選手に俺は思ってるから、 あれも票があるんですか、票がある、そうなんですか、うん、だからそれを満票で選ばれるような選手になってほしいわけ、大好きですね、いや大好きやん、いやなんか俺自分の子供には夢託さなかったんだけど、野球選手じゃないからまさか なんかこう夢託してるの、そういう選手になってほしい、だから国民的なヒーローというか、今ヒーローかかってるけどね、ナイスタイムですね、ナイスタイム、だからそこを目指してほしいなと思って、いかがですか、満票っていうのは今までは満票あると思うよ、あると思うけど本当に数えれ、まあ記者投票だけど、はい、だけど満票でもう誰も文句が言えないぐらいの、はい、なんかそういう選手になってほしいし、なんかこう人間的にもものすごい成長を感じるんで、そこを目指してほしいなと思う、殿堂入りそもそもできる、できるできる、もうできるよもういや、もう俺 俺はさせるから俺はさせる、どんな気持ちいや、もう
できない、じゃあ絶対できるよ。左ちょっと見えたんですけど、豆が豆だらけ、雨降ってて、もうキャンプからでもこれぐらいは、まあ、自主トレーニング入っていきます。まあもうなくなることないもんな、豆がね。そうですね、はい。じゃあ今年の目標をちょっと最後に、個人的な、いやもうキャプテンとしてでもいいし、まあ、まずはその、ね、優勝、リーグ優勝っていうのを、うん、一番の目標ですけど、うん、ね、日本一で、ね、なあ、博多とかったですし、まあ、あとはね、オリンピックもありますし、うん、オリンピックなんとか選ばれて、うん、金メダル取って、チームも優勝して、日本一になって、うん、MVP 取れるように、まあ、2000本も、まあ、2000本もそうする、ね、最速でね、取ってほしいと思う。そこは、はい、ね、頑張ってみます。ずっと注目してるからね。はい、ありがとうございます。また出てください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。